イウェイを走り出す、また新しい旅路へ、誰のため何のため、自分自身に問いかける、大切なあの人に伝えたいことがあるんだ。君がいるからその街へ僕は必ず帰りたいと思うんだ。東へ西へ南へ北へ、日本中を走り続け、丸になる天と天がずっとつながって、笑顔の丸が描かれてゆく。皆さんこんばんは、松尾貴文です。本日もマイホームライブ盛り上がっていきましょう。くるくるパーマでお届けします。第1曲目は喜びの歌。悲しみに暮れ涙する時は、僕がそれを乾かす風になる。生きる意味に戸惑う時は、僕が理由になるよ、約束するよ。仲間がいるんだ、同じ夜を飲み明かした奴ら、僕より僕のことを知っているから、他でもない君に会ってほしいんだ。幸せになろう、この先二人で同じ歩幅で歩いて行こう。今日は大切な人に見送られ、初めの一歩を踏み出すのさ。いつも隣で欲しいんだ、歌い続けよう喜びの歌。君がそばにいてくれることで、この曲は完成する。君といると何も怖くない、こんな人と一緒になるんだろうな。ずっと前から分かっていた気がする、だけど不思議だね、巡り会えたこと、同じ朝を共に迎えること。そうさ決まってたんだ、全てのことはこの日のために、この人のために。
悲しみに暮れ涙する時は僕がそれを乾かす風になる。生きる意味に戸惑う時は僕が理由になるよ。喜びの歌をお届けしました。はい、改めまして松尾たかおみでございます。7月8日土曜日ね、ということでマイホームラビ183回目をお届けいたします。はい、まあ Facebook だったり Twitter だったり Instagram だったり、さらには新しく始まったねスレッドというね、SNS でも書きましたけども、私パーマをかけました。ありがとうございます。ありがとうございます。今年半年ぶり、半年ぶり2度目の、パーマということで、1月にかけて以来なんで本当に半年なんですけども、まあたまたま7月7日七夕の日にですねかけまして、はい、でイメージ的には半年前と同じような感じでいこうと思ったんですけども、昨日行った美容室がですね、4年ぶりにお世話になる美容室で、同じような感じで伝えたはずなんですけど、仕上がったものがものすごく違かったんですね。ですけど、すごくね、気に入ってます。すごいなって、久保さんっていうね、男性の美容師さんなんですが、いやすごいスキルだなと思ってね、感激しました。もはやね。いろいろね、仕掛けがあるんですよ。こう、2ブロックになってたりとか、このパーマも前髪は、ペタンとなってて、なんか、外ハエにかけたらしいですね。あ、MC は上げるんだった。そうそう。こう、かけて、で、さらに上は違う描き方をしてるとかね。なので、全体的にこう、スポット、いい感じにね、見えるというパーマでございます。まあ、ワックスとかつけるとこう、ちょっと艶やかですけどもね。昨日お風呂上がりに、まあ、ドライヤーしてももちろんパーマかかってるんですが、このなんかに似てるなって思ったんですよ。このなんか、ふわふわな感じ。ステン、まあ、お風呂上がりなんで、こう、マットな感じ。これなんか似てるなと思ったら、そうだと。トイプードルにめちゃ似てるなと思うんですね。この質感。はい。別にトイプードルになりたかったわけじゃないんですけども、ちょっと、最近トイプードル大好きなんですね。ちょっとキュンとした。松尾高美でございます。はい。コメントありがとうございます。今日の一番乗り、あ、美穂さんありがとうございます。今日は久しぶりにリアルタイム視聴できてます。ありがとうございます。はい、鈴鹿さんこんばんは。今日はとても気分が良いです。気分が良い。なんかいいことあったんでしょうか。それとも天気がいいとかですかね。よく話題になりますが、女性の独特の偏頭痛がね、なくて気分が良いのでしょうか。はい、谷さんこんばんは。柏崎からありがとうございます。はい、今日さんこんばんは。今日も歌声に話し声に酔いしれますね。ぜひぜひ。なんならお酒飲みつつ本当に酔いすぎていただけたらと思います。はい、あ、もう続けつこさんこんばんは、見てるよ、ありがとうございます。はい、静岡からですね。はい、大川育さんこんばんは、くるくるパーマ素敵ですよね、ほんとくるくるしてますね。ね、このパーマ、前回のパーマもまあなんやかんや半年持ったなと。
別かけなくてもいいけど、まあ、そろそろこうちょっとかけ直そうかなと思ったところでかけてみたら、ものすごいクルクルしまして、これね、どんくらい持つんだろうなと、これちょっとね、あまりにも気に入ってましてね、ずっとなんか年がら年中こんな髪型でね、キープできたらいいななんて思っております。はいはい、よく見た。あ、ズレなし、よかった。すっかり忘れてました。ズレのことすっかり忘れてました。髪のズレもないですかね。はい、ズラじゃないですね。はい、夏パーマに合ってます。そうなんです、夏パーマ始めましてるぜ。でなんとなくほら夏っぽくないですか。まあ短さもねちょうど相まって、ね、夏パーマって言葉がパーン出てきましてね。はい、良い声出てますね。素敵ですよ。ありがとうございます。良い声出てますね。今日4時半ぐらいからこうリハーサルということで、まあ、発声し始めて、ここにピークを持ってきてる予定でございます。はい。あ、多田さん、こんばんは。またさん、素晴らしいです。見てますよ。ありがとうございます。今日のゲスト、多田さんね、多田ひろきさんです。6時20分頃から、同紹介、出演していただきます。まあ、同世代ということで、多田さんは俳優を志して、まあ、上京してきて、僕はね、歌手を志して上京してきましたけども、やはり、こう、ね、いろいろ通ずるものがあるなと、家族とかね、含めて、いろいろ通ずるものがあるなと思ったことを、こう、まあ、収録済みなんですけど、ね、感じた、インタビューでございました。あ、グッデイブルーいいな。これね、幻の東北ブルーでございます。ね、T シャツもね、そろそろ新しいデザイン作りたいですね。もうずっとグッデイか、オミか、ハッピーか、オミオンか、ローテーションしてますけどもね。いや、そういうのもね、やっぱツアーがもうちょい、こう、ぐっと再開していけば、こう、在庫の回転数がね、高まって、よし、作ろうかな、なるので、皆さん、願ってください。はい。はい。はい、ひろたくん、こんばんは。おみちゃん、今日もおみちゃんのライブが見れるの楽しみにしておりました。ありがとう。はい、あ、しょうこ石丸さんもありがとうございます。柏崎から、違う。長岡から。柏崎谷さんですね。はい、ありがとうございます。あ、稲口さんもこんばんは。ギリ間に合いました。ありがとうございます。あ、浜本さんもこんばんは。夏パーマ。似合ってますね。ありがとうございます。なんか、夏パーマって言葉が定着しそうな、ね。今日この頃。これどっから来てんのかなっていうと、僕多分ね、夏酒から来てんですよね。日本酒には夏酒と呼ばれるね、お酒があります。なんだろうな。冬酒とか、まあ冬酒って熱燗とかのイメージかな。夏酒って言うとちょっとライトな感じでシュワッとする感じ。瓶もブルーだか透明だか、こう爽やかな感じの夏酒って言うんですよね。はい。そうなんです。夏パーマでございます。あたりさん、髪型変えたんですよ。そうです。僕のタイムラインの一番新しい記事に、その、この髪ができるまでを逆再生で、こう写真がね、乗っかってますので、後ほどぜひ見てみてください。はい、パチ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 。トイプー可愛いですし、触り心地いい。そう。なんかね、ゴワゴワして触り心地良くてね、めっちゃトイプーなんですよ。はい、おみちゃんが着てる青。ピンクの服、おみちゃんきっと可愛いです。ありがとう。グッデーね、ブルーにピンクですからね。はい、これ僕なかなか自分じゃね発案しないね、色と文字だなと思うんですけど、まあ、東北のお世話になった方々がね発案して、みんなでこうミーティングをしたらしくてですね、当時も15年ぐらい前ですよ。まあ、独特のちょっとこうトロピカルですね。東北というよりも南国風な感じしません？こう。東南アジアのちょっと上の方みたいなね、くっきりした色、うん、はい、良いところがありました。良いところがありました。あ、良い頃がありました。良い頃がありました。良いことがありましたですかね、ですかね。あ、良いことがありました。そういうことあですね。良いことが、ね、9月に向けてきっとどんどん増えてます。はい、はい、変日は雨降る前になりました。今大丈夫、大丈夫そう、良かったです。ちょうど先ほどトイプートルみたいで可愛いとコメントしました。はい、拝見しました。妙に納得しました。はい、やっぱりそうなんだなと思いましてではもう少しねこの新しい髪型を間近で見てもらいたいと思います。合言葉、そのままでいいとあなたが言ってくれ
次の一歩を踏み出すことができました。愛されることは許されることと知りました。いつも心にあなたが奏でる愛の言葉、願いが一つ叶うなら安らぐ場所で夢を見させて、柔らかな夢を、あなたが私の帰るべきスイートホーム。特別扱いは一人ぼっちに感じるから、変わらぬままでいて、今日も明日もその先も、合言葉あなたと私は繋ぐ言葉、響く声の先に確かな未来があるのです。人知れず何度も涙は拭いました。愛の言葉、風にそよぐ千の葉の歌、ニトナの丘で愛しく思う何気ない日々を憧れ続けた。次の一
できました。合言葉あなたと私をつなぐ言葉、いつも心にあなたが奏でる愛の言葉、捧げる愛の言葉。紹介。はい、今週の同志紹介ですけどもね、今までたくさんゲスト出ていただきましたが、だいたいね、僕の職業柄、ミュージシャンの、同志ばかりだったんですが、今回初めてです、ね、俳優さんをお招きしております、俳優の多田博樹さんです。こんばんは。こんばんは。はい、多田さん、先日はお疲れ様でした。あ、この間ありがとうございました。はい、戦いの一人舞台をね、見させていただきましたけども。ありがとうございます。ね、あれは毎年やってるイベントなんですか？そうですね、私を応援してくださる戦いというのがあるんですけども。はい。はい、毎年一人芝居ですとか、落語ですとかやってます。はい。はい、ね、落語やったり、お芝居やったり、ゲストの歌コーナーがあったりと、はい、すごく盛りだくさんで、はいはい、楽しませていただきましたけども、ここもぜひやりましょうね、松尾さんも。ぜひコラボレーション楽しみにしております。はい、お願いします。はい、多田さん、ぜひちょっと自己紹介お願いします。はい、劇団野草会に所属しております、はい、役者の多田博樹と申します。はい、奈良県出身で今44歳、はい、2児の父です。2児の父。はい、頑張ってます。はい、先日もね、お子さん2人、うちね、娘が小6なんですけど、多田さんの娘さん、元ちっちゃかったですよね。はい、7歳と5歳ですね。7歳と5歳、もうね、フォルムがね、もう幼児体験のフォルムがもう可愛くてもうね、いろいろ思い出しました。ありがとうございます。もう、ね、ゆっくり成長してほしいですね。あんまり大きくならずに、よしよしよし。そうですね。可愛かったです。僕にもね、すごい懐いてくれてですね。そう、なんかいろいろお話してくださったようで。そうなんですよ。一番後ろの席にいたらね、目の前に行って、こう、スマホを出せたら、何の写真見てんのとかこう来てですね。ぐいぐい系女子だなと思ってですね。嬉しくていろんな動画を見せちゃいます。ああ、そうでしたか。はい。ありがとうございます。そうですね、話がそれましたけども。ええー。はい。多田さんね、役者さんということですが、出身が奈良県、奈良市なんですよね。そうですね、はい。はい。まあ、奈良というとね、やっぱ平城京ありまして、はい、僕、そうですね、よくね、車で通るんですけど、平城京ね、行ったことがないんですよ。多田さんは平城京なんかゆかりがあったりしますか？ゆかりだらけですね。ゆかりだらけ。まず、はい、はい。最寄り駅が平城駅で。最寄り駅が平城駅。はい。
はい、でも平城幼稚園、平城小学校、平城中学校、平城高校、平城高校まで、それはもう、そうなんです、中高一貫みたいな感じになってるわけです。ストレート進学、これ全部公立です。あ、全部公立高校で、たまたまです。すごい、もはや公立生ももう国立感がありますよね。平城。そうですね。字は普通に平らに白の平城。そうそう、あの平城ですよ。そうなんですか。人、一学年とか、たくさんいるんですか。あの時はいましたね。今だいぶ減りましたよね、お子さんの数が。うん、うん。要は、あの辺って奈良で言うと中心部になるんですかね。まあ一応そうですね。まあ田舎ですけど。そうです田舎、奈良市の、例えば、高校だと一学年何人ぐらいいるんですか。あの時は、200人か300人ぐらいいたんじゃないですか、ね。200、300人。なるほどですね。こう大体こう規模感が見えてきましたけど。はい。すごいですね。もしかして、多田さん、貴族出身とかですか。いや、全然平民ですよ。先祖が公家とか、そんな。いや、先祖はですね、はい、本当の話をすると、多田源氏っていうのが、武士でいたらしいですけどね。はい、武士の家系ですか。いや、わかんないですけど、はい、ただっていう源氏の家系が兵庫にあって、はい、もしかしたら関係あるかもしれないですけど、うんうん、僕はわからないですけどね。なるほど。奈良には、ご両親がも平城京ではなく、平城ではなくて、どっから移動されてるんですか。ただまあ、両親は二人とも福井なんですね。ああ、そうですか。で、例えば、はい、こっちの予想ですけれども、予想ですか、ね、まあ、落ち武者でね、はい、福井などに、はい、兵庫の多田源氏の末裔とかが、福井などになんとか逃げ延びて、はい、うん、でその子孫だったりするのかなとかいろいろ考えてる。うん、これちょっとわからないですね。確かめたことはないですね。いろいろ想像したけど。はい、ちなみに、福井の何市になるんです。福井の福井市。あ、福井市ですね。すね、僕、坂本龍馬が大好きなんですけど、はい、福井の越前藩とね、はい、龍馬さんはすごくゆかりがあって、あ、そうなんですか。はい。で、越前龍馬会という龍馬会がありましてですね、僕よくそこで歌わせてもらったりとか、イベントに参加させてもらって、福井も大好きなんですが、まあ今日は福井の話じゃないんでね、あれですけども。いや、やっぱ気になるのは、奈良で過ごした、まあ、少年、多田少年が、いかにして俳優の道に突き進んだかということなんですが、やっぱりこう、大学がね、東京の明治大学ってことですが、はい、大学進学して俳優を興味持ってやり始めたとか、そんな感じですか。もともと興味を持ったのは、はい、中学3年なんですね。中学3年生、早いですね。はい、まあ、それまでバスケットをやってて、はい、いずれプロバスケの選手になりたいぐらい思ってたんですけども、ちょっと待って、まあ、中3で一回、はいはい、その世代でバスケットはもう、じゃあスラムダンク大好きっていう。俺の方がちょっと上なんですね。スラムダンクは、はい、はい、まあ一応世代でありますけども、はい、兄貴がやってたんでバスケットを。ああ、そうなんですね。その影響が強かったですね。ものすごいハマって、はい、いずれはプロバスケ選手になりたいぐらい思ってたんですけども、うん、中3で一回部活を引退するじゃないですか、うん、はい、しますね。そうするとちょっと冷めた部分が出てきて、はい、で前々から好きだった映画とか、うん、お芝居とか、はい、まあ、興味を持ち始めて、はい、まあ、ただ不思議なことに、高校演劇ですとか、うんうんうん、あと大学の演劇サークルに入ろうとは思わなかったんですね。大学でも入ってないんですね。入ってないんですね。で、そう、まあ、高校では、ちょっとバスケットから離れて、はい、テニス部に入りまして。テニス部に入って。だいぶ離れましたね。これ、芝居やりたいなと思いながらもテニスをしてて、はい、で、なんとかしなきゃと思いながら、もうそのまま大学進学をして、はい、で、東京に行けばなんとかなると思ったんですね。東京に行けばなんとかなると。はい。はい。で、親をダマくらかしてですね。ダマくらかして。はい。で、最初は文学部にやはり行きたかったんですけど、はい。まあ、親の考えで小学部に行けと言われまして。小学部に。なるほど。はい。そう。まあ、芝居の勉強は別にできるかと思って、まあ、小学部に入りまして。うん、うん、うん。で、まあ、どっかプロの劇団に入らなきゃと思ったんですけども、はい。で、いろいろ受けては落ちたりしてですね。結局でも、ちゃんと研究所に入れたのは、はい、25歳なんですね。ああ、もう大学卒業してますね。卒業してね、僕、サイゼリアに一回入社してるんですよ。あ、
そうですか。サイゼリア千葉の会社じゃないですか。イタリア料理。はい。はい。へえ。1年ぐらい、社員やってまして。何店でやってたんですか？南池袋公園前店。南池袋公園前店。東京ですね。はい。池袋ですね。東京です。もう、もう確か潰れちゃったのかな。へえ。うん。で、そこでやってたんですけども、はい、まあ、それも、いずれは、まあ、うん、申し訳ないですけど、サイゼリアさんには申し訳ないですけど、辞めて、いつか役者になりたいと思いながらもやってたんですけども、で、1年しか持たなくてですね、やっぱ役者になりたいと思って、青年座研究所に入ったんですね。青年座研究所、はい。だから、かなり長い道のりでしたね。なるほど。その大学時代っていうのは、それに所属するっていうのは難しいんですか？こう、まあ、その時からやってたらよかったんでしょうけど、うん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 、なかなかその、周りでそういうことをしてる人はいませんでしたし、うん、そうですよね。いや、だから役者のなり方ってピンとこないですもんね。どうやってなれるのか。そうなんですね。どうしたらいいのかわからなくて、うん、で、なんか言うのも恥ずかしくてですね。うんうんうん。いやいや、親に一回言ったことがあるんですけれども、うんうんうん、まあ、反対されまして。なるほど。まあ、親は未だに反対なんですけど。まあ、未だに反対。未だに反対ですよ。いいじゃないですか。それが愛が深いんですよ。まあ、どうしたらいいのかわからないうちに、はい、まあ、25歳になっちゃったんですね。なるほどですね。まあ、25ってね、男の一つの、こう、分岐点ですよね。あ、そうなんですかね。はい。25を超えると、やっぱり就職も難しくなりますし、あと、まあ、公務員の方は20代後半までいけるじゃないですか。うん、そういった意味では一つ25を区切りにする人が多かった印象があります、僕は。で、次30ですね。やっぱりこの皆さんね、そうですね、5か0が好きなんですよ。で、今俺もう44ですから。あ、来年。今、そう、来45ですから、もう今更ね、反対してもしょうがないんですけど。いや、もう、これはまだ反対しますね。やっぱり、まあ、ミュージシャンも同じような職業なので、非常にわかります。もう今の話、大体自分と照らし合わせて、重なる部分があってですね。まあ、ですけどね、もうお互い。松尾さんも反対されてるんですか？いや、それはもちろん、賛成する親なんていないですよね。ね。自分たちでやってれば別ですけど、普通サラリーマン家系なので、うちはまあ、ね、銀行員と教師のね、人ばっかだったんですよ、親戚中ね。あ、そうなんですか。もう180度違う仕事なんで、考えもしないじゃないですか。ね。そうですよね。まあ、ですけど、一つずつ、こう、形を作って、それを提示しながら、まあ、そのうちね、結婚もして子供もできて、もう今更反対されてもっていうところまで持ってきたなっていう。一緒ですね。一緒ですね。でも、そうやってね、人生ずっと積み重ねていくもんだと思います。そうね、そうですよ。ですよ。で、ということでね、もう10分超えてしまいましてですね。あ、そうですか。はい。1週目は、なんか、すごくいい話でまとまりましたので、ここで、一旦お開きとさせていただきたいと思います。あ、ありがとうございます。はい。1週、はい、今週のゲストは、俳優の多田ヒラクさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、どうしようかいでした。大学に上京してからすぐに作った曲を聴いてください。都会の空。
自転車こいで一人きりの家に帰る道のりふと見上げる空はいつも燃えている街へ来てもう何ヶ月が経つのだろう星一つない空なぜだか遠くの方が赤いんだただひたすら高く自分の意志で決めたから寂しくなんかないさ高く高く高く羽を広げて都会の空は続いているから都会の空でした。ではではコメントの方いただきたいと思います。いや、あの多田さんにねこうインタビューをしてからやっぱ上京した頃をねふといろいろ思い出しましてですね、今日はもうこのどうしようかなとは都会の空を歌おうと
決めておりました。はい、どっからかな、こっからか。はい、そう、トイプードルで可愛いというね、話題から。はい、合言葉歌いまして、はい、パチ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 、歌に合わせてギター弾いてみました。なんだか楽しかったです。いいですね。やっぱこうギター始めた頃ってね、僕もそうだったんですけど、知ってる曲をやると楽しいんですよね。僕は当時長渕剛さんとか、まあ、尾崎豊さんもそうですし、福山雅治さんとか、まあ、知ってる歌物、あと当時アスナロ白書でね、ドラマが流行った後だったので、藤井フミヤさんのね、トゥルーラブとか、簡単なんですよ。チャーンチャーンチャーンタララン、あのコードがね、長渕さんとかも簡単でとっつきやすくてね、なんか基礎的な練習ばかりしても面白くなくてね、とりあえず知ってる曲を歌うっていうのが非常に大事だったなと思います。はい、あ、いいですね。合言葉はいい歌ですね。ありがとうございます。カラオケバージョンでございました。はい、パチ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 。あ、タダさん、ありがとうございます。皆さん、ぜひね、タダさんのタイムラインアクセスして、ぜひお友達になっていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。都会の空。はい、ありがとうございました。またお話楽しみにしています。はい、来週分の編集もね、本日、無事に終了しましたので、はい、来週は、タダさんが出演された映画の話、そしてこれからの舞台の話とかね、やっぱ俳優さんならではの話聞かせていただきます。はい、はい、素敵な話ありがとうございました。パチ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 。またね、いい声ですから、多田さんのね、渋い声。実はね、昨年と、もう一昨年前かな、僕が担当させてもらったね、子供向けの、教育系の漫画動画、僕シナリオとかも書かせてもらったんですけども、そこで多田さんにね、声優として出演していただいたこともありまして、もともとはそこで知り合ったんですね。アレスさんというね、魔法使いが紹介していただきまして、くださりましてね、良き出会いはありがとうございました。はい、パチパチ。あ、素晴らしい選曲です。もう娘たちと見てます。あ、こんばんは。今度遊び行くね。酔っ払いの人がもう二度と来ないでって言われないように気をつけます。はい。はい。はい、夏パーマしてどんどんかっこよさが増し増しで、実際になったらどうなるんだろうか。鼻血が出るんじゃないですか、とりあえず。ツトーンって。わかんないですけど。なんだか亀仙人を思い出しませんね。はい、はい、私は歌わないので、松尾さんが歌ってるのに合わせて弾いたので歌ってくれるみたいな楽しかったです。あ、そういうのもいいですね。セッションな感じですね。はい、ありがとうございます。ではね、可愛いお子さんたちも見てくれてるということで、テンポよく行きましょう。次の曲はきっと一緒に楽しめる曲だと思います。日本全国を歌い回ったからこそ生まれた、ね、点と点をつなげてね、丸にしていこうよって歌です。その名も丸、聞いてください。
ビームで照らし出すほんの数秒先の世界をあの光が示す方にまだ見ぬ友が待っている。泣き飯なあの人に伝えたいことがあるんだ。たとえ遠く離れていてもこの歌声が君を包みますように。東へ西へ南へ北へ日本中を走り続け丸になる点と点がずっとつながって笑顔の丸が描かれてゆく。君は覚えているだろうか初めて会ったあの日のこと。戸惑い寄り添い触れ合い分かっちゃい全てあの時始まった。巡り巡るメロディーに乗せて君と大きな丸を探そう。僕ら誰も一人じゃないと心からそう思えるように。東へ西へ南へ北へ日本中を走り続け丸になる点と点がずっとつながって笑顔の丸が描かれてゆく。松坂明さん、またお会いしましょう。バイバイ。悲しい日で涙すると時を僕がそれを乾かす風に僕なりになるよ約束するよ。アイフコールありがとうございます。もう一曲行かせていただきたいと思います。はい、パチ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 。はい、あ、山崎くんありがとう、アンコールいただきました。はい、パチパチ、アンコール、おみおみコール。はい、アンコール、おみコール、たかおみコール、アンコール、おみコール、アンコール。先週分で2曲先週分で2曲はちょっと厳しくございます最近土曜日はね、この後にすぐちょっとねダッシュしなきゃいけないです。はい。諸事情により。はい。家族の事情によりですね。はい。ということで、一曲入魂ということでいきたいなと思います。はい。あ、でもまあ、割と今日早めの時間帯なんですね。そっかそっか。じゃあまあ、いっちゃいますか。ね、せっかくですね。先週分の2曲ということで。じゃあね、これ用意してなかったな。今パッとひらめいた。
とひらめきまして、この歌をいきましょう。昨年ね、長崎市稲瀬山凱旋ライブ、ね、12年越しに、達成いたしまして、開催いたしまして、その後に、まあ、その日の気持ちをね、曲にしました。オーバージョイド。The rainbow 大雨が上がった朝焼け、二重の虹が空にかかった、まるで祝福するかのように、オーバージョイド、オーバージョイド、溢れるほどの喜び、狂気の果てにたどり着いた、障害忘れられぬ日へ、約束のあの場所へ、また必ず会いに行く。溢れるほどの喜び、ありったけの愛を返すよ、すべての出会いに感謝する、こんなにディープな夢を与えてくれてありがとう、約束のあの場所へ、また必ず連れて行く。オーバー重要でした。それでは、最初から用意しておりましたリアルアンコール曲、今日はこの気分でした、ね、多田さんがお子さんと一緒に見てるってこともね、もうこれは、知らなかったわけですけど、あ、なんだかこうその、ね、想像するとバシッとハマる曲だなと、娘が幼稚園を卒園するときに作詞作曲をしました、ソルフェイジュ。
ないとまた遅刻するよ。毎朝同じ言葉の繰り返し、昇り立ての太陽、冷たい手と手重ね合わせ歩く、いつもの道、気に歌う、まるで僕に間違いがないみたいに歌う。立派な大人になってほしいと願うけれど、一度きり
おめでとう、松尾貴文でした。また来週お会いしましょう。昔昔あるところに一番大切なものは家族ですと真顔で言う出世できない男がいました。経済史上、はい、どうもありがとうございました。リバーブつきっぱですね。はい、マイホームライブ183回目ということで、本日もね、ちょっと1曲マシマシで、6曲ほどお届けいたしました。ありがとうございました。では最後ね、いただきたいと思います。はい。そうですね。オーバージョイド、オーバージョイドとかですね。はい、アンコール、アンコール。はい、やった2曲。やった。喜んでいただけて幸いでございます。オーバージョイド好き。歌詞もいいし、稲佐山の時のことを思い出すので、ね、僕も歌いながらやっぱりあの風景が浮かびますね。やっぱこう、これ大事ですよね。節目節目で、やはり曲を作っておくと。ね、思い出、思い出ですよ。ね、はい。はい。残白漁師が現れております。ありがとうございます。おみー、ね、熱烈にありがとうございます。はい、素敵な歌。はい、2030年も楽しみです。パチパチ。髪の色が暗くなって素敵。そう、まあ、昨日パーマと一緒にね、カラーも行いました。もう、なかなかの自殺行為ですよ。ね。どんだけ頭皮いじめんだって話ですけど、いや、負けないと。僕は負けないぞと。パーマとカラー同時にしてもね、頑張れ毛根ということで。で、ちょっとね、まあ、アッシュ系、ちょっとグレーがかった、緑がかった感じの色になってますね。まあ、多分これはじわじわ落ちて、また明るくなっていくとは思います。はい、ソロステージ。はい、どうぞ、どうぞ。はい、娘も見てますよ。嬉しいな。ありがとうございます。はい、あ、来た。ソルフェージュ。ありがとうございます。今、奈良のスタバに、おみの歌声が響き渡ってるよ。あ、奈良にいるんですか。あの、今日のゲスト、多田博樹さんはね、奈良出身で、平城小学校、平城中学校、平城高校ね、出身のスーパーエリートクゲでございます。はい。行きたいな、平城教。僕、平城京ね、ほんと目の前何回も通るんですけど、あの広場、だだっぴろい広場が気になりながら、なんかちょっと車は止めづらいですよ。まあ、コインパーキングとかあるんでしょうけど、ちょっと探すのもなっていう感じですけど、今度こそ寄ってみたいと思います。はい、ソルフェージュ、ピアノバージョン特に大好き。ありがとうございます。ざわざわ、こんな素敵な歌。マーパーサレオツ。あ、奈良の人は、パーマのことをマーパーって言うんですね。マーパーサレオツ。はい。大注目。周囲の方、用意してるってことでしょう。はい、ゆうすけさんのピアノが素敵でさらに言う感じになります。ありがとうございます。俺のラップでもっと素敵に。どこにラップ入れましょうね。ソルフェージュね。冒頭ですかね、やっぱね。はい。はい、あ、カチヒデオさんでよろしいでしょうかね。ありがとうございます。いい歌いただきました。ヒデオさん。ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。良い歌です。パチパチ。ありがとうございました。ソルフェージュ聴けて幸せでした。ありがとうございました。酔いしれ、お見し注入できました。ラップ聞きたいです。いいね。そこね、突っ込まなくて大丈夫ですよ。おみこ。おみこ、おみこみたいな感じですね。ありがとうございました。またお祝いしましょう。あ、お会いしましょう。ね。お疲れ様でした。ゆったりしながら日本酒飲んでください。今日も楽しかったです。いつかリアルに私がギター弾いて松尾さんに歌ったものが夢です。はい、ありがとうございました。ではまた来週。ね、来週もゲスト、多田博樹さんです。ありがとうございました。だけどそれだって